今日はですね、ミニチュア作家高林律子さんのただいまというタイトルの作品です。高林律子さんによるとですね、このただいま、お母さん今日のおやつは何、テーブルの上に置いてあるから手を洗って食べなさいね。夏の午後、小学生の女の子が学校から帰ってきたばかりのワンシーンです。夏休みも間近なのか、女の子の心はウキウキしています。宿題もしなくちゃいけないけど、早くおままごとをしたいな。そうでしょうね。夏祭りに着ていく浴衣もそろそろ出来上がるそうです。制作高林律子でありますね。この作品は昭和30年代ぐらいの雰囲気ですよね。生活の匂いだとか音だとか、なんかこういろんなものが想像できますよね。すごい作品です。どこも手を抜いてないですね。この部屋の中を見るとテレビがあって、テレビには月光仮面が映っています。よく見ていましたよ、月光仮面。そしてその下には小学1年生だとか七色仮面の雑誌があります。タンスの上にはお人形さんだとかラジオが置いてありますね。ペナントって流行ったんですよね。どっか行くとお土産にペナント買ってくる。あ、賞状だとかもよくありましたね。そして隣には台所です。ガスコンロがですね、まあ今はこうワンプッシュっていうんですか、ポンとつくんですけど、昔はマッチがあって、マッチでこうつけてましたよね。ぬか床と漬物ですね。特にはこれは豆腐ですかね、なんだろう、冷ややっこかお味噌汁、お味噌汁って感じですね。いや細かいですね。でも本当に細かく作ってあります。生活の匂いがしますよね。この匂いがするってすごいことだと思うんですよね。そしてここをこう回ってくるとですね、抱っこちゃんがいる。抱っこちゃんすごく流行ったんですよ。泥団子でおままごとですね。プロパンガスとメーターですね。ここにもメーター、このちょっと汚れ具合だとか雰囲気、牛乳入れあったな、牛乳入れ、この牛乳入れですね。どうですかこれ、こういうすだれだとか風鈴だとかホース、バケツ、植木鉢、この屋根の瓦とトタン屋根のこの錆び具合もいいですね。なんかちょっと反対回ってみましょうか。ここにはですねブレーカーがありますね。ここにこういうこれがあったなんて言えば、こういう紙踏みたい、この上になって。いやミニチュアの一つの魅力は自分だけの発見があるんですよね。これはもう作家の高林律子さんの意図だと思うんですけど、実はこんなとこまで作ってるのよみたいなね、そういうのを発見すると見てる方も嬉しいし、まあ、作った方も嬉しいという。夜になるとですね、電気がついて目と景色が一変しますよね。傘の形もいろいろありますよね。聞こえてくる音も変わってくるんですよね。カエルの声がしたりだとか、川にはホタルがいたり、蚊取り線香の匂いがしたりだとかね、まあ、これを見ていると吉田拓郎の夏休み、井上陽水の少年時代が聞こえてきそうな気がします。夏休み前のワクワクした感じ、子供にとっては一番嬉しい時期なのかもしれません。思い出しました。今日はミニチュア作家高林律子さんのただいまという題ですね。昭和30年代の家をご紹介しました。次回またお楽しみにしてくださいね。